picked up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。打つ順番とか気をつけてることとか、朝これだけ確認すればいいとか多分あると思うんですよ。それを教えてもらって、今日はちょっと森ちゃんの練習をちょっとやってもらうみたいな感じで、まあ大体の方はウェッジのアプローチからやるって方多いんですけど、はい、そうですね、私個人的にはですね、アプローチから始めるっていうのはしないんですよ。はい。でなんでかっていうと、アプローチって振り幅小さいじゃないですか。はい。だ手だけでこう打ちやすいんですよね。はいはい。なんで私は基本的に9番とかピッチングとかで、まずは7割ぐらいの力でフルショットでバーンって打ってってあげる。まあ、48度とかあれば48度ぐらいかな。今日は何番ですかね。9番です、はい。まあ、9番が得意とのことだったのもあったんでちょっとそれでフルショットで打つ感覚が出てきたらアプローチに行く。なるほど。そこから上げていくっていう感じですね、私の場合。へえ。アプローチからはやらないですね。全力じゃなくて大丈夫なの、次は。かしこまりました。7割ぐらいの。そうです、そうです。もうこれレッスンっていうか練習の流れを言うだけなんで、スイングとかは気にしないで。うん、おー、ナイス。いい。あんだけバット振ってたからね。おお。なんかレッスンいらないじゃん。バット振れってこと？いや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 。バット効果すごいですよ。当てにかず振っちゃ振っちゃ、もうなんかいい球を出そうっていうよりかもう振っちゃっていいんです。ここでうまく当たってもしょうがないね。まあ、まあまあ、気持ちがちょっと落ち着くぐらいですからよかった今日。、うん、同じくらい打つの、10球10球10球みたいな感じで打つんですか、全部の番で。まあ それでもいいですし、私個人的には、例えばアイアンが10球だったとしたら、はい、ドライバーとかヘアウェットとか長いクラブは5球ぐらいで終わらせますね。アイアンの方がちょっと上と思う。そうです、そうです、そうです。それを少なくした分、なんならサンドウェッジとかちょっとアプローチの距離感を合わせる方に回しちゃう。あ、多分さ、選手の方とかはさ、ある程度やっぱスイングとか安定してるから、はい、納得いったスイングになったらどんどん切り替わっていくって感じだと思うんだけど、アマチュアの方とか、まあ、ゴルフやられて間もない方だと、はい、ミスショットしちゃうから多分ある程度の基準が分かんないと思うから、はいはい、もう分けちゃった方がいいと思うんだよね。なんかもう大体何発ぐらいこれで次って、はい、どうかな。10球20球って言いましたけど、そこに合わせなくても大丈夫ですか。1カゴで3、1カゴっていうと大体、まあ、30球ぐらいでしょ。4列の4球の6列ぐらいで1箱ですもんね。21球、24球、24球ぐらいあるから、6本ぐらい持ってきたとして1、2、3、4、5か、まあ5球ずつぐらいだと30球ぐらいになりますよね。25、そしたらドライバーヘアウェイと UTT とかは5球ずつぐらいで大丈夫。5球、はい、5球ずつぐらいで、まあミドルアイアン9番とか7番とかが10球ぐらい。あ、でウェッジは20球ぐらい欲しいですね。そうなんですね。ウェッジはミドルアイアンと比べて打ち分ける距離が多いんですよ。っていうのは、例えばそれで90ヤードですってなら90ヤードしかないじゃないですか、大体。でもウェッジって20ヤード打つときもあれば50ヤード打つときもあると思うんで、そういう打ち分けの確認するためにウェッジはちょっと多めにしてあげるっていう感じですね。あんまり打つのとかも意識したことが、もういい球打てて自分のもう心を安定させるための練習だったので、ここでそういうことなんですね。そうそうそう。じゃあちょっと、ナイス。でラウンド前の朝の練習に関して結構多いのは、まっすぐ飛ばそうとしちゃうから、大体だとまずいい球打とうっていう、はいはい、じゃなくて、まあ、その当日、まあ、ちょっとダフり気味だなとか、ずっとダフり気味だな、ちょっと右に行くなとか、まあ、人によってはちょっとこう左に今日行くなっていうのもあると思うんですけど、それを絶対直さないこと。
左行くなら左行くで大丈夫、右行くなら右行くでいいっていう。そうなんですか。それは絶対直さない。でなぜかっていうと、それ直し始めると、はい、どっちも曲がる球が出てきちゃうんです。でどっちも曲がる球が出るなって思いながらコースに出ると、どこ狙っていいか分かんなくなっちゃうんですよ。だ朝練習で右によく行くなって、右にしか行かないってなれば、いつもよく左向けばいい話ですし、で逆もしっかり、もうそれを受け入れてコースに出る。そうですそれまっすぐ戻す練習は普通に練習場でやってください。今日ここの場合はゴルフ場の朝ラウンドする前の練習なんで、はい、普通の練習場とはやることは全然違う。いい球打つ必要ない。知らなかったここで今日の癖を見抜いて、そうそれに応じて向こうで変えて。そうですでもまだ9番でいいんですか。もういいです、いいです。じゃあそれはちょっと打って変えていきましょう。はい、じゃあ7番。はい、ボールをスピーチこの辺にやった方がいいかもしれない。あ、はい、シューズないんで。はい、ある程度感覚つかめたら、はい、長いの行く前に一回ウェッジに行ってアプローチ練習してからっていう感じ。ちょっとじゃあそっち行きます、はい、これはもうフルで振ってるのと、あとは半分、肩から肩ぐらいのと、あとは腰から腰とか、あ、使う場面は多いと思うね、うん、はい、うん、その時に大体このぐらいの振り幅だったけど、これぐらい飛ぶんだなっていう距離もちょっと確認してあげられるといいですね。なるほど、はい、かしこまりました。うん、いいです、いいです、いいです、うん、もうちょっと、はい、うん、さっきのハーフショットで40ヤードぐらい、今のやつが20ヤードぐらい、はい、はい、表示がないんで、はいなんかそういえばこの前一人でちょっとラウンドしてもらって、はい、まあ、視聴者の皆さん見てたと思うんですけど、あのグリーン周りで右にポンって出ちゃうのがあって、はい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 、足をねちょっとやってもらっていいかな。今まで何、まあ、よくあるあのスタンスで足閉じてなんかねちょっと右にポンポン行ってたの。あ、はい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 、うん、右に体重残っちゃうんですよね、それだと。だちょっとそれをこの後別ね、はい、今のは練習の動画なんで見てもらいたいなって思って。あ、了解です、了解です、うん、分かりました。なんとなく距離感をつかめました。大丈夫そうですか。はい、 OK です。そしたら一旦2球ぐらい7番アイアンでフルショット打ってもらってから UTT 行きましょう。はい、ちょっと小さい振り幅で打ってたので、ちょっとフル感覚2球ぐらいで思い出してあげてから7から。ああ、なるほど。で、本当だ、なんか変な感じしますよね。はい、そうですねうん、いけ大丈夫ですか。はい、 OK です。で、はい、はい、
はい、まあこんな感じで感覚がつかめたらもうすぐ変えてもらっちゃって大丈夫なんで、うん、あんま長く打っちゃうとねどんどん修正したくなっちゃうのもあるからあんま打ちすぎない、うん、はい、まあ、目安でじゃあ球数ちょっと配分してある程度まあ満足したらどんどんいっちゃうって感じ。そうですそうです。余ったのは最後ウェッジとかで使うんですか。ウェッジに、はい、回しちゃいます。なるほど。もういい意味でちょっと適当に今日の自分を知るみたいな感じだ。そうです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 。じゃあ今日のドライバーショットどんな感じか。どんな感じか少々お待ちください。これだってね、一番最初で一番にもうちょっとね、はい、ミスっちゃった時の1日の長さですよ。そういう方多いですよね。もうそれ、その日が良ければもう楽しいですよね、その日が。します。おお。長くない、長くない、いいですよ。どうですか。なんとなく教えていただいたことをなんとなくじゃないです。結構もういいんじゃないですか。ナイス、うん、ナイス。バット効果が出てるような気がする。なんか結構振りが力強い感じがする。力強い、うん、なんか軽く、いつもはなんかちょっと重たいなって思いながら振ってるんですけど、結構簡単に当たる気がします。なんか軽い感じします。バット効果ですかね、それも。本当にどうなんですか。バット効果、でもそれはありますよ、うん、で体全体的にほぐれてるんで、はい、体全体使って振れるっていうのもありますし、まあ、ほぐれきれないと手だけで振っちゃうから、やっぱどうしても重たく感じやすいとかっていうのはありますよね。そんなにストレッチって、怪我するとかの話でストレッチっていうよりかはもう体を動かすためのストレッチ。あ、もちろんもちろんもちろん、そこに怪我予防も入ってるっていう感じですかね。じゃあちょっと最後に一発ドライバー打ってもらって、まあ余っちゃってるんですけど、本当はウェッジとかなんですけど、ちょっとこの後ちょっとだけさっきのアプローチとかも、あと前回の復習もちょっと見てもらいたいんで、それ一本ビシッと、はい、ビシッと。なんともですが。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとそんな感じで、まあ練習もいろいろあって違いましたね、今までの。なんかまでは練習中なんで、他にもいろんな方法、ね、うん、でも一回ちょっとそれでやってみて、うんうん、いいと思う、うん、はい、じゃあそんな感じで練習以上で、はい、はい、なります、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。